訓練は、札幌市のホームページがサイバー攻撃で改ざんされたという想定で行われ、札幌市のセキュリティ担当者や警察官およそ50人が参加しました。東京オリンピックのマラソン競技などが札幌で開かれることから、サイバーテロに狙われる危険を見越したものです。訓練では、札幌市の対策グループが対処方法を検討したり、警察官がグループに対し具体的な被害について聞き取りを行いました。 改ざんされたら、そのとその情報がもし出てるならば、即出さないようにするって、そういうことは変がやはり一番大事かなと思ってます。